にちは、名古屋大須のアビシルバーズです。今日ご紹介させていただくのはこちらのマネークリップになります。背中の方を使ったマネークリップですね。あとこちらの方はヒマラヤンのお腹で、最後も、お腹のバージョンでブラックになります。すべてマネークリップになります。でこちらはですね、この、レッドのですね、ボンタイプのマネークリップを使っていた方がオーダーしていただいたんですけれども、すごく使い勝手が良いということで、今回また色違いを注文していただきました。でツヤの方もよく見ていただくと、とっても綺麗に出ています。使用感もあってとても素敵です。でこれ全く同じボーンで色が違うだけですね。で結構小型のワニを使っています。まあ、折り曲げの都合もありますし、でこちらの方なんですけれども、今見ていただくと結構圧縮されて薄くなっているのが分かります。だいたい半分ぐらいには圧縮されて薄くなっているので、どんどん使いやすい財布になっていきます。でですね、これ中を見ていきます。中はですね、1万円、5000円、1000円2枚が入っています。でこれをこのままここに挟んで、外から見るとこんな感じになってます。カードをですね、この1枚のところに2個3個入れる方がいらっしゃるんですけど、まあ入れて、そうですね、2個ぐらいですかね。あんまり入れると皮がどんどん伸びてきてしまいますので、まあ2個、多くて2個入れていただければいいかなと思います。こちらのものがグリーンで、こちらがヒマラヤになります。形は全く一緒です。色がちょっと違うだけですね。でこれは中がこのブルーになっています。でこのブルーなんですけど、片押しです。牛革の片押しのブルーになっています。で外はこのヒマラヤンですね。でこのヒマラヤンなんですけど、お腹の部分でセンター割りになっています。でここにこの模様は元々のワニの色ですね。でこれも作りは全く一緒で、ここにこのバネがついていて、カードと札が入るようになっています。で全く同じもので、こちらがブラックのお腹の部分になります。これ全く同じで、全て黒ですね。この上の部分が片押しで、下がワニ側になっています。でここに丸符があるので、センター割りではなくてこちらの脇の部分を使っています。でこちらがお腹側、こちらが背中、同じ財布なんですけど、やっぱり背中とお腹でかなり雰囲気が違ってくるかなと思います。結構こちらの方はワイルドになってますね。こちらの方がフォーマルで、こちらがちょっとカジュアルっぽいっていうんですかね、ちょっと変わった印象になります。でこちらの方なんですけど、これですね、一枚革です。個体の小さなワニを使用して、この背中の部分が使われています。ダブルステッチだと大丈夫なんですけれども、ミシンだとなかなか体長の大きなワニでこういうのを作るのは難しいんですね。なぜかというと、この折れの部分がですね、この折る部分がですね、やはり大きくなってしまうので、これぐらいの個体の小さなものだと結構すっきりするんじゃないでしょうか。これよく見ていただくと、このようにブルーのこうエッジペイントがあるんですけれども、これもこうパッとチラッと見ると、ここが青っぽくなっておしゃれなんじゃないでしょうか。意外とですね、ここが白の場合、青のエッジペイントすごく難しいんですけれども、このようにお客様のご希望通り作らせていただきました。でこのようにシンプルな作りもやっておりますので、薄めのものとかですね、ここの縁がミシンのもの、このようなオーダーも受けたまわっております。 YouTube の概要欄の方にですね、ホームページへのリンクがついておりますので、そちらの方からご質問とお待ちしております。よろしくお願いします。